はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きトイカンです。今回はですね、このチャンネルトイカンチャンネルが5周年を迎えたということで、いつもとはねちょっと違った雰囲気でお送りしたいと思います。で、まずはですね、この5年間、まあ5年前からね見続けているなんていう方はねほぼいないとは思いますけれども、ですがちょくちょくでもたまにでもね、まああるいはね毎回ね見てくださる方々、そしてコメントをいただける方々、さらに10万人以上の登録者の方々、本当にありがとうございます。この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。本当にいつも感謝でございます。ありがとうございます。特にですね、僕が言いたいのは、トイカンチャンネルのコメント欄、皆さんのコメントがですね、非常に紳士的なんですよ。僕、最初は、YouTube をね、始めるにあたって、最初にね、想像したのが、動画の内容も、美少女フィギュアだし、ちょっとね、キモい感じも出しつつの動画になっているので、誹謗中傷的なものがかなりね、来るのではないかと、そんな心配もしていたんですよ、最初の頃は。実際にはね、最初の頃はね、多少はあったんですけれども、ですが、最近はもうほぼないと言いますか、このチャンネルにコメントをくださる方々は、本当に皆さん紳士的でございまして、誹謗中傷などほぼなく、逆にね、私を励ましてくれたり、応援してくださるコメントが本当に多くてですね、いつも助けになるというか、力をもらってます。本当にね、それが助かるんですよ。動画のね、内容がいまいちだったり、YouTube やってるとね、いろいろと嫌なこともあるんですけれども、そんな時にこそですね、ここに来るコメントで励まされてます。元気をもらってます。本当にね、いつもいつもありがとうございます。で、すいません。今回はそんなトイカンチャンネルが5年間も続けてこられたということで、久々にね、ライブ配信でもしようと思っていたんですけれども、どうも皆さんの方がね、僕のライブ配信はあまり好ましくないと思われているようなので、今回はプレミア配信にいたしました。確かに僕もね、ライブは慣れてないというか苦手な方なので、だからこそ最後のライブにしようかなと思っていたんですが、それもね、やることなく今回のプレミア配信とさせていただきました。でもきっとね、ライブ配信とかを普段からね、見慣れている皆さんの意見を尊重した方がね、いいと思ったので、結果オーライだとは思ってます。で、今、リアルタイムにお集まりの方々いらっしゃいませのありがとうございます。そして、録画で見られている方々も本当にありがとうございます。もうね、何度でも見てください。で、今回はこの企画をするにあたって、皆さんからですね、いろいろと質問をいただきました。本当にね、たくさんの質問をいただきましてありがとうございます。で、今回の動画はね、30分くらいにまとめようかと思っていますので、まずはね、その質問にどんどんと答えていこうかなと思います。では、質問コーナー始めていきますね。まずは、ペッタンさんからの質問です。欲しかったけど、未だに手に入れられていないものとかありますか？これはね、多分ないですね。ないというか、なくなった？なぜなくなったかと言いますと、ほぼね、買ってしまった、あるいは、欲しくなくなってしまったの、どっちかだと思います。昔は確かにね、そういうのがいっぱいあったんですけど、でもそれもね、買ってしまったりとか、あとはね、フィギュアの話ですけれども、今時のフィギュアのクオリティが上がったせいもあるのかもしれないですね。それほどね、昔のフィギュアに興味がなくなったっていうのもあるかもしれないですね。はい。ではね、次の質問に行きましょう。猫かぶりさんからの質問です。今までのフィギュアのベスト10は何ですか？いやーこれね、この質問本当にね、多いんですけれども、ベスト10とは言わなくても、一番好きなフィギュアは何ですかとか、結構ね、聞かれることが多いんですよ。で、今回もこの内容の質問が、同じような質問が結構ありました。
まあ、あんまりね、フィギュアに順位をつけるのが好きではないのと、あとその時その時で、まあ、順位というか、まあ、興味もね、変わったりするので、だからこういうところで適当な順位というか、まあ、それこそね、大切な、つまり、順位がね、上がれば上がるほど、それほど僕にとっても大切なフィギュアということになるので、だからそれをあまり軽々しくね、まあ、そういう順位みたいなものをつけたくないというか、言いたくないんですよ。すいません、わかりますかね。だから、後でね、後悔とかしたくないんですよ。後で、ああ、あんなこと言ったけど、あっちじゃなくて、本当はこっちの方が良かったな、みたいなね、そんな後悔を自分の中でしたくないので、なので、その質問にはね、答えづらいんですよ。ごめんなさいです。まあ、それほどね、そんなに大きな差はないかなって感じですかね。好きなフィギュアに対しては。はい。ではね、すいません。次の質問に行きます。鮫島直也さんからの質問です。もしも1000万円で水原千鶴が手に入ったら、服を脱がせて抱いたり、一緒にお風呂に入ったりしますか？しねえだろ。いや、まあするわけないですよね。まずフィギュアはね、硬いですから、多分ね、抱いてもね、硬くてね、気持ちよくはならないです。で、風呂に入ったらね、多分風呂に入れたらね、腐るんじゃないかな。っていうかね、膝とか腰とか、まあ曲がらないから、お風呂に多分ね、入らないっていうか入れられないんじゃないですかね。いやーでもね、発想としてはとても楽しいですね。ありがとうございます。いやーでもね、まあ今はそうなんですけど、この間見たやつはそうなんですけど、でもね、10年後とかの等身大フィギュアなら、もしかしたらそういうこともできるかもしれないですね。うん。まあ僕的にはね、まあ10年後とかなら、介護用の美少女ロボットが欲しいです。はい、ではね、次の質問に行きます。丸山明さんからの質問です。フィギュアにいくら使いましたか？これもね、同じような質問が多かったです。ですが、わかりません。どうなんでしょうね。まあ、ざっくりとなんですけれども、まあね、例えば僕のフィギュア歴が、ざっくりと10年だとして、で、1年で、今だとね、100万円くらいはね、使っていると思うんですよ。1年間でね。なので、ざっくりですが、10年間で1000万円。まあ、1000万という数字に縁がありますね。でね、これを聞いてすごいって思う人もいるかもしれないですけれども、趣味に使う金額だとそんなでもないと思うんですよ。例えばこれがね、車が趣味の人だったらもっと使うと思いますし、だから趣味にもよるとは思うんですけれども、まあだから逆に趣味だからこそお金を使うんですよね。あとね、多分、一般の人だと、フィギュア以外のアニメグッズを買ったりとか、あとはね、たまに旅行に行ったりとかの交際費とか、まあ、フィギュア以外にもね、お金を使うと思うんですけれども、僕はね、フィギュア以外はほとんど変わったりしないので、まあ、ほぼ年中無休でね、フィギュア動画を作っているので、まあ、だから、フィギュアオンリーということです。すいません。はい、ではね、次の質問に行きます。で、すいません。内容がね、被っている質問の方は、飛ばさせていただきます。申し訳ございません。で、ガルさんからの質問です。今何体のフィギュアを持っていますか？いやー、どうなんですかね。これね、自分でも知りたいくらいなんですけれども、ちょっとね、もう数える気にもならないのと、あと数えられないですね。探すのが大変なんですよ。例えば、あのフィギュアを出したいなと思っても、そのフィギュアがどこにあるのかがわからないっていうことがね、多々あります。もうね、押し入れの奥の方とかにしまっちゃうとわかんないんですよ。本当にね、フィギュアの遭難と言いますか、あるはずなのに見つからない。そんなことがね、多々ありますね。なので、まあ、たくさんはね、あると思うんですけれども、ちょっとね、正確な数はわからないです。ごめんなさい。ではね、次の質問いきます。宮田純一さんからの質問です。冴えてるフィギュアの飾り方の企画をあらかじめ募集してライブ配信でやるのはどうでしょうか？これですね、実際にね、これとまあ同じような内容で、応募したんですけれども、参加者がほとんどいらっしゃらなかったので、ダメでした。やめました。はい、すいません。まあ、たまにね、そういう声もいただくんですけれども、まあ、できればね、企画にするのであれば、
動画で、まあ、最低でも3分くらいのデータとかをいただければ、まあ、それをもとにね、僕の方で動画は作れるとは思うんですけれども、ただね、そうやって聞くと大変そうとか、まあ、自分では参加できないかなと思うでしょう。なので、まあ、なかなかね、厳しい企画なんですよ。まあ、僕としてはだからその、アニメ YouTuber の方とかがやっているオタク部屋訪問みたいな企画もやってみたいなとは思っているんですが、なのでね、まあ、俺の部屋に来いっていう方はね、ぜひね、ご応募くださいませ。では次の質問に行きます。マイブラックさんからの質問です。フィギュア化されていない推しキャラとかいますか？これね、まあ、いなくはないんですけど、多分ね、多分フィギュア化されてもね、そんなにいいフィギュアにならないだろうなと、まあ、おそらくね、古いキャラ、昔のアニメのキャラ、そんなキャラはフィギュア化に向いていないと思うんですよ。多分ね、その理由が昔のアニメが、まあ今に比べると雑だから、まあ雑というか、今のアニメってもう作画がしっかりしているじゃないですか。キャラデザーの段階からガッチリとね、固めてアニメを作るでしょ。だからフィギュア化もしやすいと思うんですけれども、昔はね、そんなに作画が安定していなかったから、まあどんなに頑張っても似てないというか、まあ瞳も単純だったしね、昔のアニメは。なので、出たとしてでも自分が気に入るようなフィギュアにはならないような気がするんですよ。なので期待していないっていう感じかな。まあですが、まあそれでもね、名前を出すというのであれば、まあできたらね、マクロスのリンミン名と、あと、メソン一国の大人し強化さんが欲しいかな。まあ、ただね、これ出たとしても多分ね、自分の理想のクオリティにはなっていないと思います。では次の質問です。大柳さんからの質問です。以前、ビプラのラーニアを制作されている動画を拝見しましたが、あれ以降何かビプラは購入しましたか？しました。ですが、全部積んでます。ビプラ以外にもね、ガンプラとか、まあ、なんかいろいろとね、プラモデルとかは買っているんですよ。もちろんね、作るつもりでは買っているんですけど、その作る暇がね、全然ないです。まあそれよりもね、買ったフィギュアのレビュー動画を作るので、今は精一杯っていう感じです。全然暇にならないんですよね。本当にね、プラモデルとか作りたいんですけどね。では次です。ペコポンさんからの質問です。昔僕が一度フィギュアから手を引いた理由を教えてください。トイカンがですね。そう、これね、昔僕一度フィギュアを買うのをね、やめた時期があったんですよ。まあ、フィギュアを買うのをやめたっていうか、フィギュアをもうやめたっていうことね。で、ちょっとずつその時は処分していったんですが、まあ大きいものからちょっとずつ。でも結局ね、またなんか欲しいフィギュアが出てきて、で、なんかまたね、結局集め始めたというか、で、これが沼かと。そして今の自分に至ってます。まあ、その、辞めた理由はね、まあ、多分その時にいろいろな不幸が重なったからだと思います。まあ、ちょっとね、具体的な理由は忘れちゃいましたけれども、まあでも単純にね、まあ、飽きたんだと思いますけどね、うん。でも、今もこうして続けられているのは、多分ね、動画を作っているからだと思います。今は多分ね、フィギュアもそうなんだけど、動画を作るのも結構楽しいんですよ。僕にとってはもう動画とね、フィギュアが、もう一緒なので、こうやって5年間も続けてこられたんだと思います。いやー、まさかね、本当にね、こんな風になるとは、本当にね、夢にも思わなかったですよね。うん。しかも、今僕はね、これで食って生きてますから、いや、本当にね、人生って不思議なもんですよ。はい、ではね、次の質問に行きます。サボテンさんからの質問です。臭いフィギュアに当たった時の対処法。匂いはね、基本的には時間経過で消えるものらしいのですが、まあそれでも消えない、まあ消えないっていうか、そのフィギュアから常に出続けていると。で、その匂いに耐えきれないのであれば、僕はね、処分します。まあ処分つっても捨てるのではなくて、まあ、中古ショップとかに売ってしまうとかそういうことですね。やっぱりね、さすがにその臭い匂いは僕は無理ですね。前にもね、某アダルトフィギュアで臭いやつに当たったんですよ。で、デトルフにしまってても、その扉閉じてるんですよ。それでもね、匂いがはみ出してくるので、もうそれはね、箱に戻しました。
普段のフィギュアの匂いはそんなに嫌いではないんですけれども、たまにね、普段のフィギュアの匂いとは違った変な匂いがするのがあるんですよね。うん、それはね、ちょっと無理ですね。はい。ではね、次の質問に行きます。カワウソ番長さんからの質問です。元箱、フィギュアの外箱のデザインがいいのですが、それをどうしていますか？飾っていますか？それともしまってますか？僕はね、基本的にはしまってます。僕はね、フィギュアを箱ごと飾るとか、そういう経験はね、ほとんどないですね。フィギュアの劣化よりも外箱の劣化の方がはるかに早いと思うので、まあ、箱こそね、日の当たらないところに保管しております。まあ、凝ったデザインの箱とかもあるんですけど、まあ、あえてね、箱を飾るってことまではしないですね。まあ、箱って奥行きもありますし、それだったらね、ポスターとか、まあ、そういったものを飾りますかね。まあ、とにかく、飾るスペースも、しまうスペースも、そんなに余裕はないのでね、結構困ってます。ではね、次の質問に行きます。千葉光一さんからの質問です。フィギュア収集と YouTube を始めてよかったなと思うことは何ですか？これはいい質問ですね。まあでもさっきも言いましたけど、今となってはもう自分の人生そのものとなりました。まあ、生きがいって言うとあれですけれども、ほぼね、毎日の生活の大部分を占めるようになりましたからね。まあ大体朝起きてから寝るまでやってますから、うん。ほぼ一日中、動画制作とかフィギュア撮影とかやってます。しかも、ほぼ休みなくね、うん。なので、あまりゲームとか漫画とかラノベとか、まあ、読む暇とかやる暇とかがないんですよね。ただ、これね、まあ、好きでやっているものなので、苦痛ではないですし、で、お金ももらえますし、まあ、本当にね、趣味ですよ、趣味。趣味なので、いつまでも続けられる。まあ、そんな感じですかね。いや、でも本当にね、YouTube で人生が大きく変わりましたね。はい。ではね、次の質問に行きます。黒猫のカッチさんからの質問です。初音ミクのフィギュアを持っていないのでどれがいいですか？それはですね、そういったことはね、多分まあ自分で決めないとダメだと思います。まあやっぱね、自分のものはね、自分で決めるのが一番いいと思います。まあ、たとえそれがね、失敗したとしてもやっぱりね、自分で決めるっていうのがね、大切だとは思うんですよ。ただね、まあせっかく質問していただいたので、まあ僕からね、答えるとすれば、強いて言えばこれです。この昔のやつ、このグッスマさんのやつなんですけれども、これがね、いいと思います。多分これがね、スケールフィギュアで一番最初の初音ミクじゃないのかな。これ僕もね、持っているんですけど、これが初音ミクのフィギュアの中の初音ミクベストワンじゃないかと僕は思ってます。あとこれね、愛されなくても君がいるってやつだっけ、あの曲にもね、絵でね、アニメでね、出てきますし、うん。まあ、やっぱりね、ミクっつったらやっぱりこれなんだと思います。昔からのミクファンの方であれば。はい、ではね、次の質問に行きます。ルッサワルカさんからの質問です。フィギュアケースを開けると臭いです。中に入っているネンドロイドが腐ってる気がします。いや、そんなことはないと思いますけど、それは単に閉じ込めているからでしょう。うん、ケースの中にね。匂いの原因は多分ね、塗料とか接着剤とか、まあいろいろあると思うんですけれども、だからまあたまにね、扉を開けて換気してあげれば問題ないと思います。ただどうしてもね、匂いは出続けてくるので、まあ閉じ込めてるとどうしてもね、扉を開けた時に、こう、もわっとね、匂ってしまうのはまあ仕方ないんですけれども、でも僕ね、もわっとした匂い結構好きなんですけどね。で、ネンドロイドは腐りません。まあ確かにね、ネンドロイドっていうネーミングがね、ちょっとなんかそんな雰囲気を連想させますけれども。すいません、グッズマさん、本当にごめんなさい。ネンドロイドはね、本当に可愛いですから。ではね、次の質問に行きましょう。吉宗さんからの質問です。一番好きなフィギュアメーカーを知りたいです。まあ、昔から好きなのはね、アルターですね。まあ、僕の最初の頃の YouTube 動画って、今はね、最初にね、冒頭で、フィギュア大好きトイカンですって言ってるんですけれども、昔はね、アルター大好きトイカンですって言ってたくらいですから、
まあ、あとね、実際今でもね、アルターの購入率が高いのと、あと最近では他ではね、渋スクさんなんかが多いのかな。まあそんな感じですかね。はい。ではね、次の質問に行きます。ひろまささんからの質問です。展示会での撮影、それから予約して、デー商品レビューまでの 2B 動画、ニーアウトマットの 2B 動画ですね。あれが印象的でした。トイカン的に今までで印象的な他のね、動画はありますか？あー、これもいい質問ですね。でも、なんだろうな。まあでも、そう言われてもね、まあ難しいんですけれども、なんだろう。なんでしょう。まあ印象深いのはね、あれだ、リゼロのレムのフェネックスの共造フィギュアの予約が開始された時の動画。あれね、あの動画を撮った時にひどい風邪をひいてて、でね、声が全然出てなかったんですよ。見るとわかります、見ると。こんにちは。大好きのおいかんです。そんなみたいな感じでね、本当に喋ってるの。まあ見てください、面白いので。あとはね、なんだろうな。まあ自分の中で印象的なのは、アルターのスクフェスのラブライブのミューズの綾瀬エリのレビュー動画かな。結構あれもね、最初の頃の動画なんですけれども、あそこら辺の動画で、まあ今のトイカンレビュー動画の方向性というか、なんかね、形が決まったような感じになったような、ちょっとだからそんな意味では自分の中では特別な動画になっているかな。あとはね、まあ、僕の動画で唯一100万再生を超えている動画が、猫パラの動画なんですけども、ネイティブのやつね。あれがね、気持ち悪いんですよ。アダルトフィギュアのレビューで、いやー、パンツが伸びるとかね、そんなこと言ってるから、まあ、できればね、あれ以外の動画で100万再生いってほしかったかな。すいません。ではね、次の質問に行きます。いろはさんからの質問です。各メーカーの強みや弱み、コロナ禍や円安が続く状況下で、フィギュア界が安定して供給していけそうかという質問なんですが、まあ僕はね、業界の人間ではないので、わかりませんけれども、まあこれから言うことはね、あくまでも僕の想像でのお話なんですけれども、基本的にフィギュアって完全受注生産なので、例えばね、作りすぎちゃって余って赤字になるとか、そういうことがね、ないと思うんですよ。だから考え方としては、作るものを決めて、まあ、企画を出してね。で、その見本を作って、デコマスを作ってね。で、予約を始めて、お金を集めて、で、そのお金でフィギュアを作ると。なので、まあ、失敗するリスクが他業種に比べるとかなり少ないと思うんですよ。まあ、だから安定的な業界じゃないのかなと、僕はね、そう思ってます。あとね、まあ結構当たり外れの大きい、ギャンブル的な要素の大きい業界らしいので、フィギュア業界はね。なので、当たるとがっぽりと儲かるらしいです。あとね、コロナ禍とか円安の状況下でも、他業種に比べれば、まあ、マシじゃないんじゃないですかね。基本的にはネット販売ですし、あと中国に影響されるのは、ものづくりであればね、どこの企業も同じでしょうし、まあ、あまりね、コロナ禍だから苦しいという話は聞いたことはないかな。まあ、大丈夫です。あと10年は戦えます。で、これはね、同じ方からの質問なんですが、当たりそうなフィギュアと外れそうなフィギュアの判断基準。これはね、まさしくさっき言ったギャンブルの世界なので誰にもわかりません。まあこれがわかったらね、大儲けしますよ。だいたいフィギュアって企画してから僕たちの手元に届くまで、聞いた話だと、まあ、早くてもね、1年半はかかるそうなんですよ。まあ早くても。なので、まあ平均的に2年先とかを読まなくちゃいけないわけなんですよね。その2年後に何のキャラが流行るのか。ただ、それはね、なかなか難しいですし、たとえね、そのキャラが流行ったとしても、そのキャラのフィギュアが流行るわけとは限らないわけですから、まさにギャンブルということです。まあ、だから、どっちかというと、あとはね、自分たちで盛り上げる、そのコンテンツ自体をね。なので、例えば今だからその代表的なものが、アズレンっていう感じじゃないのかな。まあ、そんな感じがしますかね。はい、では次の質問です。
黒玉さんからの質問です。差し支えなければ今まで買って失敗したフィギュアを教えてください。まあ差し支えはあるので言えませんがありますね。まあそのね、ダメなフィギュアが2回続いた時はね、もうそこのメーカーのフィギュアは買いません。まあダメな理由はなんだろう、デコマス詐欺みたいなものかな。まあでもね、デコマスと違っててもクオリティが高ければ僕は問題ない人間なんですよ。たとえね、顔とかが似てなくてもクオリティが高ければ OK な人間です。ですが、さすがにこれはないだろうっていうのがね、まあ2回続くとね、もうそこのメーカーは信用しないですね。うん、買わないですね。はい。ではね、次の質問に行きます。クロワさんからの質問です。みんなに見てほしいアニメランキングを教えてほしいです。いやー、これね、僕はね、みんなとは違う世代なので、おっさんなので、多分ね、アニメって、まあ、世代だと思うんですよ。で、その世代世代で好きなアニメも変わってくると思うので、だから、おすすめするのって難しいんですよね。まあ、ある程度ね、大人向けで面白いのは、やっぱりね、京アニのアニメ。で、僕が好きなのは、氷華とユーフォニアム。あとはね、まあメジャー系有名なので言えば、マドマギの、まあ特にね、テレビシリーズ、ワンクール目。あとはガルパンのやっぱりテレビシリーズ。うん。あんまり僕ね、続編とか、あと劇場版とかはね、そんなに好きではないんですよね。うん。まあどっちかっつうと、おまけというか、サービスプレイみたいな感じがするので。あとはね、最近のアニメだと、無色転生とか、あとオーバーロード。あとはね、メイドインアビスですかね。まあ今期やってるやつで言えば。うん。まあこれはね、あまり知ってる人はいないとは思うんですけれども、すべてが F になる。あれ好きなんですよ。あれのアニメ版です。うん。まあドラマとか映画とか多分ね、いろいろやってると思うんですけど、あれのね、アニメがね、僕は大好きです。はい。ではね、次の質問に行きます。黒岩真嗣さんからの質問です。マイナーなキャラが作られないですが、トイカンさんが出してほしいキャラは何ですか。まあ出る出ないは別にして、オーバーロードのキャラはね、出してほしいキャラが多いですね。うん。よく言ってるんですけれども、プレアデスは全員出してほしいですし、あとね、特にね、青のバラのラキウスとか、あとね、デミウルゴスもね、好きなんですよ。男ですけど。あとは、さっき言った京アニのユーフォニアム。うん。で、それはみんなにね、楽器を持たせてね。うん。まあ、そんな感じかな。まあ、でもね、今言ったやつはね、全部出ないと思いますけれどもね。うん。まあ、だからね、瓦礫業界が楽しいというか、まあ、そういうものはね、自分で作れと。まあ、そういうことですよね。はい。ではね、次の質問に行きます。60ワギャンさんからの質問です。瓦礫は作りますか？作れません。プラモデルは自由だと思うんですよ。好きなように作ればいいし、出来が良くても悪くても、そんなのね、関係ないと思いますし、あと特にね、ガンプラなんかは、まあ、色もね、ついているから、組むだけでかっこいいじゃないですか。でもね、ガレージキットはね、特に美少女フィギュアのガレージキットはね、難しいです。作った結果ね、顔が可愛くなければ、まあ、美少女フィギュアとしての満足感は、僕はね、得られないと思うし、まあ、そこまでに到達する技術を所得するのもね、なかなか大変だと思います。あと、お金もかかりますしね、うん。まあ、だから、これも趣味ですよね。うん、時間もかかるし。だから、好きではないと続けられない趣味だと思います。あと、特に美少女は、本当にね、難しいと思います。ロボットとか、怪獣はね、ごまかせると思うんですけれども、いろいろとね。まあ、ただ、美少女は、やっぱり萌えが必要なので、難しいんだと思います。はい。ではね、次の質問です。エッチリーさんからの質問です。フィギュアを集め出したきっかけは何ですか？なんでしょうね。まあ、もともと集めようと思って買っ
たわけではないと思いますし、でも多分ね、アルタあたりのフィギュアのクオリティ、昔はね、まだアルタの出しているフィギュアを全部買い揃えようと思った、そんなね、時期があったんですよ。まあ、それがね、できる時期でもあったんですよ、昔は。うん。まあ、今はもうたくさん出てるんでね、そんなことしたら大変なんですけれども。で、結構その頃は中古でね、フィギュア買ってたんですよ。うん。僕はね、最初の頃はね、みんな中古で買ってました。僕の中では1万円がボーダーラインでしたね。まあ、それ以上のフィギュアは買わないと。まあそれがね、いつの間にか買い続けるっていう感じになって今に至ってる感じです。でもなんだろう、みんなそんな感じじゃないんですかね。うん。ではね、次の質問に行きます。のとこひろのぶさんからの質問です。フィギュア購入の基準は何ですか？いやー、なんでしょう、インスピレーションなんでしょうね、一目惚れ。まあ自分なりの好みがあって、それに合致したものかなぁ。まあでも大体みんなが欲しがるフィギュアを僕も欲しがっているような気がします。まあだから皆さんとね、そんなに変わらないと思いますよ。はい。ではね、次の質問に行きます。スターポポさんからの質問です。昔と今とでのフィギュアの違いってありますか？これはね、まあクオリティが圧倒的に良くなったというのはね、まあ皆さんも感じているとは思いますけれども、まあそれとは別にね、これはあくまでも僕の個人的な意見なんですけれども、味がなくなった、あるいはね、個性がなくなったって言った方がいいのかな。昔はね、粘土をこねて作ったりしてたわけなんですけれども、ただ今はね、ほぼそのパソコンで作ってるわけじゃないですか。なので、まあほぼね、アニメの作画と同じように作れると。ちょっとね、話が変わるんですが、今のガンプラって、先にガンプラを作ってから、それをアニメに落とし込むらしいんですよね。なので、フィギュアも、それに近づいているような気がしてます。とにかく似てないとダメっていうのが今の時代のフィギュア。昔は原型師さんとかの個性があっての芸術品っていう印象。まあただその個性がね、今はあまり受け入れられないというか。なので今は誰が作っても同じというか、まあ聞き酒ならぬ聞きフィギュアなんてことをやったとしても、これは誰が作ったのかななんていうのがね、なかなかわからないんじゃないんですかね。なんだろう、まあ個性がなくなってクオリティ重視になった、そんな感じですかね。まあでもこれはね、あくまでも僕個人の感想ですけれども。はい。ではね、次いきます。桃太郎さんからの質問です。トイカンの今望むフィギュアのキャラのポーズが気になります。あー、ポーズね、ポージング、まあ造形ということですよね。うん。まあ僕が好きなのは、まあわかりやすく言うと、ストパンとかとカンコレとかの、まあああいう偽装をつけたかっこいいやつ。でも、チラリズムはあると。やはりね、萌えは大切なんですよ、萌えは。うん。パンツじゃないよ、ズボンだよは名言ですよね。はい。では次いきます。みかんさんからの質問です。一番好きな嫁キャラを教えてください。加藤めぐみ。まあ、キャラっていうかね、多分ね、一番持ってるフィギュアで多いのが加藤めぐみじゃないのかな、多分。多分ね、初音ミクよりも加藤の方が多いような気がしてます。ただね、フィギュアではなくて、まあ、一番好きなキャラって言ったら、やっぱりね、さっきも言いましたけれども、林明明とか、あと、音無京子。ちなみに、一番好きな漫画が、メゾン一国です。はい、では次いきます。山間琥珀さんからの質問です。トイカン流節約術を教えてください。ね、本当に僕フィギュア以外を買わないので、あんまり自分でね、節約をしているって意識ってないんですよね。うん。で、一日ルーティーンとかも見てみたいとかも書かれてあるんですけど、僕はね、ほぼ朝起きたらもうパソコンにスイッチを入れて、で、作業に入ります。で、飯食う時間以外はほぼ作業をしています。で、だいたい夜中の12時くらいまでやってて、で、皆さんのコメントに返信して、それで一日が終わるっていう感じですかね。うん。だからね、お金使わないんですよ、フィギュア以外に。なのですいません。質問の答えになってないかもしれませんが、申し訳ございません。だから節約するとしたら、まあ、フィギュアを買う数を減らす、そんな感じですかね。はい。ではね、次行きます。
ルパンアルカリ星さんからの質問です。好きでもないのになんでこんなの買っちまったいやありますね。多分ねいっぱいあると思うんですけど、まあ好きだし好きだけど買って満足はしてるんだけど、邪魔なのがニーヤ大玉田のスタチューあれはね邪魔本当にね置く場所に困る。とりあえずあれは本当にね部屋をなんとかしないとどうにもならないと。とりあえず今少しずつなんですけれども部屋の片付けをやってます。でそれがなんとかなればねあれもなんとかなるとは思うんですよね。はい、すいません。ではね次の質問です。おはぎぼたもちさんからの質問です。今年見たアニメの中でフィギュア化してほしいキャラ。いやーなんだろう、もうフィギュア化が決まってるキャラは外すとして、マリンちゃんとかね。でさっきの話と被りますけど、やっぱりねオーバーロードのラキュース、まあ多分フィギュア化されないだろうからあえて言うんであればラキュースですかね。はい、ではね次の質問に行きます。いちごミルクさんからの質問です。フィギュアの数が多いトップ3は何ですか。まあ僕が持ってる中でのってことですよね。でさっきも言いましたけど、多分ね加藤めぐみが一番多いんじゃないのかな。で他が何だろうな、ちょっとわかんないんですよね。うん、まあ何気にセイバーのオルタも多そうだし、あもしかしたらねオルタの方が加藤より多いかも。うん、で意外とね僕固め打ちはしないのでキャラによってのね。でまあ次に来るとしたら時崎くるみとかかな。いやでもそんなにねたくさん持ってるキャラってないですね。うん、まあそんな感じです。はい、ではね次の質問に行きます。ベートロさんからの質問です。正面よりも斜めを向いているフィギュア、口が開いているよりも閉じているフィギュアが好きですが、トイカンもそういう好みがありますか。あーありますね。うん、ありますけど、でも僕もそんな感じですかね。うん、でもそれもねキャラによると思いますよ。例えばアイマスとかでもキャラによってね、その笑顔が似合うキャラとか、あと逆にかっこいい雰囲気が似合うキャラとかいるじゃないですか。なので一概には難しいですよね。うん、まあでもねどっちかっていうとかっこいい系が好きですかね。はい、ではね次の質問に行きます。たくみゃさんからの質問です。昔から大切にしているフィギュアはありますか。まあそれはねみんな大事ですよ。うん、本当に。だからまあ大変なことになるんですよね。お部屋がもうね、お部屋というかお部屋になってますからいや本当に困りますよね、フィギュアの保管は。最近考えるのは、理想的には隣の部屋を借りたいと、賃貸でね。うん、まあそうしたらね、それこそあと10年は戦えますよまあでもね、そうなったらいいんですけどね。はい、ではね次の質問いきます。やるしかねえのでさんからの質問です。落として破損したパーツの修理方法が知りたいです。それはもう瞬間接着剤じゃないんですかね。うん、まあ僕はねそれしか知りません。太いパーツとかであれば、まあ中に芯材を入れて補強するとか、まあでも太いパーツはそんなに簡単に折れないですよね。まあでも修理するというよりも扱いに注意する方がまあ大事ですよね。うん、僕はねほとんど落として破損したってことがないです。まあ落としたことはあっても破損はしなかったのかな。昔のフィギュアなんですが、アルタのスクフェスの矢沢ニコの帽子がねすぐ落ちるんですよあれがねでかすぎて磁力がちょっと弱いんですよね。あれはね何回かやらかしてますね。はい、ではね次の質問に行きます。トリアスさんからの質問です。一番最初に買ったフィギュアは何ですか。あーこれもね多いんですよね。実際に会う人に聞かれることが多いのもこの質問ですね。だけどね覚えてないんですよ。これってみんな覚えてるんですかね。例えば初めて見たアニメとか初めて読んだ漫画とか覚えてます。僕はね覚えてないんですよ何にも。特に最初の頃は僕はね中古品をいろいろと買って、でそれをまたね売ったりとか、まあ昔はねハズレフィギュアも多かったので、で特に僕は中古品を買っていたので、なので覚えてないですね。ごめんなさいです。
ではね、次の質問です。ゾンベイさんからの質問です。フィギュアに求めるものは何ですか？はい、それはもうね、ズバリ萌えですフィギュアもね、いろいろとありますけれども、美少女フィギュアとなればやはりね、萌えでしょう。やっぱりね、エロいフィギュアの方が売れてると思うんですよ。ただね、でもまあ露骨なのはちょっと僕は嫌だし、この間のコトブキ屋のロキシーフィギュアのセリフじゃないですけれども、そこはかとないエロス、まあさりげないエッチさがいいんですよね。まさにザノバの言葉なんですけれどもね本当にね、ザノバが師匠ですね。はい、でですね、これでね、質問は全部終わりになります。すいません、内容が被っているものはまとめさせていただいておりますので、そこはご了承ください。いやー、本当にね、たくさんの質問いただきまして、本当にありがとうございました。で、これでなんだかんだで、ね、30分経っちゃってるんですよね。なので、まあ、今回はほぼ質問コーナーになっちゃいましたね。いやー、でもそう考えると、プレミア配信でよかったですね。これか、もしライブ配信にしてたら、多分ね、質問もまだ半分もね、終わってないと思うんですよ。まあ今回はね、ある程度まとめているので、この程度の時間で切り抜けられたと思うので、まあだから結果オーライでしたね。で、5周年企画にね、参加していただきまして、本当にありがとうございました。で、今後の抱負は特にないですいや、本当にね、いろいろと考えたんですけど、何も浮かばないというか、まあ、個人的にはね、部屋の片付けで、新しい環境で配信を始めたいなとは思っております。で、これ本当はね、それが去年の目標だったんですよ。で、それが今年も叶えられそうにはありません。いや、本当にね、物は増えていくばっかりなんですよね。でもね、まあ動画の方はね、変わらず、今後もね、いつも通りのトイカンチャンネルをできるだけ長く続けていければなと、まあそう思っております。続けることが目標ですかね。だから、あと10年は戦えるかな。まあ難しそうですけどね。まあでもね、無理せず頑張ります。ではでは、本当にありがとうございました。フィギュア大好きトイカンでした。